聞いてください。今日は午前中で授業終わったんですけど、意外と大学生って時間あるじゃないですか。まあ、学校によっても違うと思うんですけど、なんか大学生って勉強とサークル、部活、あとはバイトで忙しいっていうイメージだったんですけど、僕は結構サークルとか3つぐらい1回入ったんですよ。行ったんですけど、全部やめちゃったんですよ、前に。なんでかっていうと、最初はワンダーフォーゲルっていう部活入ってたんですけど、なんかね、単に山登り好きじゃないっていうのがあって、で次に映画で影響を受けて入ったボランティアがあるんですけど、それもちょっとこんなことをやってる場合じゃねえって思って、違うことやりたくなってやめちゃったんですけど、それも2年生から入ったんで、なんかね、同期って感じじゃなかったんですよね。今サークルも入ってないんですよ。で意外と時間あるじゃないですか。で留学生の1日とか見ると、もう勉強バイトで勉強課題宿題予習とか、ずっともう勉強と、まあたまに遊び、常に勉強みたいなね。でも頑張ってる姿かっこいいんですよ。それがね、僕もねやりたくてね、なんかね、こんなんでいいのかって思っちゃうんですよっていうね、最近思ってることです。で今日はですね、皆さんセロって知ってます？セロっていうマジシャン、マジシャン今でも有名ですけど、あの人はアメリカかなどっかのハーフで、まあ日本育ちで、マジックがすごい好きでっていうの で、あの人の特徴のマジックとして、身近なものでできるっていうことなんですよね、日常の身の回りで。今回紹介するのが、なんか YouTube で載ってるんですよ、いいともで。セロが指がこうやったりこうやったりやって、3つかな、紹介したいと思います。でね、これね、授業中暇な時とかできるんで、ぜひ覚えてほしいんですけど、まず手だけでできる指の体操やります。なんか皆さんこういうのとか結構やってましたよね、小さい頃とか。まあ、こんな感じの似たようなやつで、ちょっと難しいバージョン。で今回はこうがっちりやって、こうやってちょっと力入れて、中に通し、中に、あ、中に通し、中に通し、中に通し、パみたいな。これやってると第一関節が柔らかくなってパーってできるんですよ。こういうのね、授業中に暇だったらやってみると、意外と暇つぶしにもなるし、指の体操にもなるんでいいと思いますよ。でもなんか指の柔らかさって遺伝とかあるじゃないですか、結構聞きますよね。でこれはセロじゃないんですけど、誰だっけな、誰かがアナザースカイでやってたやつがこれあるじゃないですか。これを柔らかく、このペンを柔らかく見せる感じで、こうやって、あの人すごいんですよ。1本やるじゃないですか、で次2本で3本、僕3本できない、2本3本できないんですよ。で4本で最後すごいグニョングニョンやってるんですよね。で僕今暇な時こうやって1本を柔らかく、この時のコツとしては、僕的にはここを意識して、ここを動かす感じで、まあ、力を抜いてって感じですか。と次々と、なんだっけ、あとこれ、これ指の体操、パン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 、これを早くやると、っていうやつ。意外とね、これは簡単だと思う。結構手を器用に動かすための指の体操的なので。で次、ペンを使った片手でやれる指の体操で、まずこう持ちますよね、こうやってこうやって持ちます、交互に。そしたら、あ、これは小指も挟んでね、人差し指をこう、あ、おお、どんどん、そしたら片手でこう交差していく。これがちょっとね、僕苦手なんですよね。でこのペンがちょっと滑るな、ちょっと待ってね。そう、この滑ると結構やりづらいんで、このとかかな、片手でこう
クイックイッ、これを早く、ここが難しいんですよ、ここ曲げて。やってんすよ、ぜひ見てください、いいとも。すごいね、暇な時使いますよ、学校とかで結構。僕も暇な時、これはやんない、あんまやんないですけど、これとか指の体操、中指入れて人差し指パン、ぜひやってみてください。